こんにちは、小夏です。今回はジムニーの後部座席を倒してラゲッジマットを敷いていこうと思います。はい、では早速ラゲッジマットを敷いていこうと思います。このラゲッジマットは半年前くらいに、まだ納車前の時点でネットで購入したものです。こういう風に分割式になってるのと、そうじゃないのとどっちにしようか迷ったんですけど、たまに後ろにも人が乗るので、その時にすんなり動かせるように、いろいろと使い勝手が良さそうな分割式にしました。素材はラバー素材で、触った感じは、まあ、物とかは滑りにくいんじゃないかなと思います。届いた時のゴム臭さとかなんですけど、そんなには感じられなかったです。今はちょっと車の中が新車の匂いなので、そっちの方が勝ってる感じです。ここのステッチの色なんですけど、12種類色があって、私は車と同じ色の黒を選びました。黄色とか赤とかいろいろありました。よく見てもらうと分かるんですけど、縫製も結構きちんとしてありますね。取り付けは裏面が両面テープになっているので、ここを剥いで貼り付けるような感じになってます。マットとつながってるここの部分はマジックテープでくっついてます。それでは取り付けていこうと思います。ここを取り付けるときに、向こう側に寄せてから取り付けないと、こっちに寄りすぎると、次ここにマットを敷いた時にちょっとここが当たるかなと思うので、そこは気をつけた方がいいかなと思います。今ちょっとここがちょっと気になるんですけど、まあ OK。 次にこの後ろの部分を、ここの位置を取り付けようと思うんですけど、ここに金具があって、トップテザーって言って、チャイルドシートを止めるための金具なんですけど、チャイルドシートを使う人とかは、このマットを使うときは、ま、穴とか何もないので、マットに穴を開けたり細工をした方がいいかもしれないですね。私はここは使わないので、そのまま取り付けていこうと思います。結構な数ついてますね。 10 箇所止めるようになってます。若干正方形じゃないので、縦長なので、ちょっと気をつけながら貼っていかないといけないですね。上ははみ出さないようにしたいんですけど、こっちの穂の部分が、これを後で取り付けた時に、この背もたれを上げた時にここぶつかるなと思って、ちょっとどうしようかな。若干大きめな感じがしますね。一応この部分に合わせるとここが重なっちゃうので、隣との兼ね合いも考えながら、こんな感じかな。 OK。 これはちょっと今ここに合わせたんですけど、ここに大きい隙間があるので、次隣り合わせた時に隙間が開かない方がいいんじゃないかなと思って、この位置にしました。まあ後から動かせるので全然問題はないと思います。じゃあ次反対側です。 OK。 じゃあ最後一番後ろのです。この開くところの上ですね。こんな感じかな。若干ここが、まあ両面テープがちょっと内側についてるんでしょうがないですけど、この縁がちょっと浮く感じがあります。開けるとこんな感じになります。 OK。 はい、一応取り付け完了です。座席を起こした時にここがちょっとどうなるかやってみようと思います。今起こそうとしたんですけど、ここがちょっと食い込んでしまって上げれないので、座席を起こすときは一回ここを上げてから、
こさないと、ここはめくれてしまいますので、ちょっとそこは注意ですね。で、今私が取り付けた時に、ちょっと前目に取り付けてしまったんで、ここがちょっとベロってなってるんですけど、気にされる方は微調整してください。2つとも起こした状態がこんな感じになります。後部座席に座って見てみたんですけど、ちょっとここ両面テープがはみ出ちゃってました。で、取り付ける前に両面テープの位置をちゃんと確認して、はみ出ない位置にこういう下とかに付け直してからやった方がいいと思います。これである程度荷物のズレや傷はしっかり防いでくれるんじゃないかなと思います。キャンプ等で荷物を乗せる機会が多くなると思うので、かなり期待はできそうです。はい、じゃあ今回のレビューは以上になります。もしよかったらチャンネル登録とグッドボタンぜひよろしくお願いします。それじゃあまたねー。ちなみにこのカバーも納車が待ちきれなくて衝動買いしました。ダメだ。だってごめん。